瞬間、ピトーは四足獣本来のごとく身を丸め、鋼のような大腿部がかつてカイトを襲撃する直前に見せたこわばりの倍ほどに膨れ上がった。獣よりも早く王のもとへ参じるために。しかしその直後、向かう場を中心として発散されていることに気づかされる。これが王の主君の発しているオーラは、今の精神状態が容易に汲み取れるくらいに警戒がなく、それゆえに元凶が途方もなく想像以上に悪い方向へ進行していることを痛感せざるを得なかった。